ようこそマイアミから。あ、深草さんメッセージありがとうございます。毎日の活動報告ねしていただきまして、今日は結構ね放送が難しかったんじゃないかなと思います。空港って割と人波があったりとか雑音があったりとかしますんでね、音声が入りにくくって動画のアップロード躊躇するのかなと思ったらやってくれましたね。ありがとうございます。進捗もね分かりやすくてとても良かったと思います。動画を2本上げて、活動報告の動画を上げてくださって、で、FX の動画を2時間ほど見たというね。で、空の便っていうのは本当に乗り継ぎでいくとちょっとしたことで足止めを食らってね、空港で何時間も待つってことになっちゃうんで結構厄介ですよね。まあ、私もですね、例えばハワイに行くときに8時間ぐらいに飛行機乗るわけじゃないですか。で、バリ島に行くときも7時間ぐらい乗るんですよね。もう乗る前から参っちゃいますよね。まあ、それをですね、乗り継いで日本にいらっしゃるということで、まあなかなかお疲れになるんではないかなと思いますけども、動画を撮るのはやっぱ楽しいですね。そんな形でね、今日も動画をいただいたんで、この深草さんの状況、どんな感じか興味のある方はそちらの方の動画を見ていただきたいんですけども、この動画をご覧の皆様にね、ちょっとメッセージをお届けしたいんですけども、いろんな忙しい状況とか、不足となる状況あると思うんですよ。予測不可能な状況。でも、これはやるぞって決めたことはずっとやる。この姿勢をね、本当に持っていただきたいかなと思います。ちょっとしたこと、家庭のね、事情とか仕事の状況がちょっと変わったってことによって、FX をやらなくなったりとか、せっかく積み上げてきたコツコツ動画とかをね、毎日やっていた動画をやめてしまったりとか、これね、やめてしまうと、やめるのが今度癖になるんですよ。で、相対が癖になるってよく言いますけども、言わないか。なんかの事情が、例えばね、ジョギングしてるときに小雨が降ってやめる人って、もうね、雨が降ったらやめるって発想になっちゃうんですよ。でも少々小雨が降ったらやるとかね、どうせ走っていたら汗かくんだから嵐でない限り行くぞって決めた人って本当凡事徹底が完成するんですよね。でビジネスも同じですから、ビジネスって言ってみればね、難しい状況を乗り越えてミッションを達成するっていう、これがビジネスの醍醐味であり真髄なんですよ。なんか事情があったらビジネスを一時中断っていうのはやっぱりね、成功から遠のくし、サボる癖がついちゃう、休む癖がついちゃうんで、私はお勧めしないかなと思います。まあ深草さんね、毎日連絡をくださって、本当皆さんにも見ていただきたいぐらいの気持ちでございます。よろしかったらね、活動報告の方のリンクもつけておきますので、ご覧くださいませ。それでは失礼します。